新潟から帰ってまいりました。昨日までね、実は新潟に行ってたんです。強制訴訟の時にね、裁判所で傍聴席にいた海邦同盟の関係者と思われる人から、新潟に来いって言われたんで、まあ、望み通り新潟に行ったわけですよ。まあ、そこは冗談ですよ。ここもね、ちょっと不本意で行くことになってるんです、今回は。というのも、新潟県庁でね、情報公開審査会の、意見陳述がありまして、で、本当はこれ意見陳述って別にね、絶対出ないといけないっていうものでもないんです。ただ、まあ、リモートはできないんですね。それで、まあ、それでもあえてね、出たのはですね、ちょっと言っとかないとね、何されるか分かんないっていうところがあって、というのも、審査会で僕は手続き上の問題のことについて話したんです。まず、今回ね、審査会にかけられている2つの、審査請求なんですけども、1つ目は、荒川高校の球団文書について、公開するなっていうふうに海邦同盟側が審査請求している点ですね。これが1つ目。で、2つ目が、もうちょっと公開する範囲を広げてほしいって審査請求している点ですね。これが2つ目です。2つ目は僕はやったんですよ。で、それで、実はその1つ目の審査請求について、まあ、参加人として僕の参加が認められたんだけども、5月中に、その僕の、意見書とかというか、まあ、反論書、そういうのを書面出したんだけども、まあ、その時点でですね、教育委員会から書面が届くんだけども、誰が審査請求したかっていうところは黒塗りになってるんですよ。で、それで、まあ、ちょっと口頭ではちょこっとね、海邦同盟だっていうようなことは匂わせるような形では聞いてたんだけども、ただ、実際海邦同盟の代表者誰で、住所誰かっていう、住所どこかとかね、代理人が誰とかね、審査請求の内容がどうっていうのを知らされたのは8月になってからなんです。だから、それ知らない状態で僕は、意見書なんかを出してたっていうことになるんで、これ手続き上どうなのと。一応、条例とか、あと行政不服審査法でね、審査請求の参加人っていうのはいろいろ、まあ、書面を、見ることができたりするんで、でもそれを見ていない状態で意見書を書けっていうことだったんで、それ手続き上おかしいんじゃないかっていうことは言ってるんですね。あと、もう一つは、まあ、一つ目の審査請求と二つ目の審査請求があって、二つ目の方はですね、情報公開しろっていう方なんだけども、だけど僕そもそもね、その黒塗りになった書面さえ見てないんです。だから、本来だったらそれを見て、ここを黒塗りにするのはおかしいでしょっていうふうにこっちは言わないといけないんだけども、まあ、そういうことができない状態なんですよね。今、執行停止で、そもそも文章を今、見せるのを止めてるっていう状態になってるわけです。で、そこで僕は審査請求したのも、これももちろん不本意なところがあってですね。で、審査請求できる期限があるんですよ。部分公開のね、決定が出てから、確か6ヶ月とかだったと思うんだけども、だから、待ってたら期限来ちゃうから、後でじゃあ審査請求したらもう期限切れですなんていうことになってしまうんで、しょうがないから僕審査請求したんです。まあ、その辺ちょっと法律上どう明文化されてないみたいな感じだから、ちょっとわかんないんですよね。執行停止した場合に、じゃあどのタイミングで審査請求したらいいのかっていうのが、ちょっとわかんなかったので、まあ、とりあえずしょうがないから審査請求したっていう状態で、それで、2つの審査請求が、まあ、並行してやってるっていう状態なんだけども、本当は、一つ目の審査請求の結論を出してから二つ目をやるっていうのが、筋なんで、ちょっと、まあ、手続き上おかしくないかっていうことを、まあ、審査委員会に、言ったわけですね。情報公開審査会に。で、情報公開審査会なんですけど、県庁でやってたんですね。それで、傍聴もできないしね。で、意見陳述、まあ、出たのは私だけです。海邦同盟側は来てないです。だから、多分別の日に日を改めてやるんですね。で、そんな裁判所でやったみたいな、物々しい、警備員がいるっていう状態でもなかったです。まあ、そもそも、新潟県庁は、警察署とね、新潟県警と隣接してるんです。まあ、そういうところでまさかいきなり襲いに来るっていうことはないと思うんですけども。それで、情報公開審査会なんですよね。委員が4人ですね。これ、委員がですね、部会長が新潟日報のね、特別参与の方なんですよね。あとは、まあ、弁護士1人と学識経験者2人っていう状態で、なんか学識経験者の方と、まあ、新潟日報の方がいろいろ私に質問してましたね。弁護士の方はなんか黙ってましたね。まあまあまあ、誰とは言わないんだけど、まあ、いろいろ聞かれましてですね。で、
まあ、ちょっと困ってる感じですね。手続き上の問題に関しては、あくまでですね、この審査請求っていう手続きをやってるのは教育委員会なんですよ。で、情報公開審査会は諮問機関なんで、その手続き自体をやってるっていうわけじゃないんです。諮問されてる立場なんで、教育委員会があくまでいろんな手続きをやってるので、だからそれをちょっと、審査会に言われても、なかなかどうしようもないですみたいなことが言われたんで、確かにまあそうです。ただ、まあ横にね、教育委員会のね、事務方の人もいたんで、僕は言ってることは、聞いてもらえたと思いますよ。で、それで、まあ、ただまあ、それでも一応せっかく来てくれたんだからっていうことで、審査委員の方からですね、その委員会の方からいろいろ、まあ、質問があったんですね。で、なんか変に気にしてたのはですね、なんか他の自治体と比べて、新潟県どうなんだと。あなた、ま、こういう感じの問題いろいろね、取材してるし、情報公開請求なんか他の自治体にもやってるでしょって、聞かれたんだけども、まあ、僕は新潟県異常ですよって言っときましたよ。まあ、そもそもこの執行停止なんかされたこと今までなかったし、で、大体この異議申し立てとか審査請求って半年ぐらいでね、大体終わるんですよね。だからこう1年超えてずっと放置っていうのはね、ちょっとないですよと。まあ、1年間かかるっていうのはまあ、あったんですよ。東京都とかね、あと国の情報公開審査会のでも、まあ、1年はかかったってことはあったんだけども、まあ、1年超えて、まあ、こんだけずるずる伸ばされてるっていう、ちょっと新潟県は異常ですよっていうことと、あと、童話行政にも聞かれたんですね。童話行政についても。まあ、それについてもちょっとやっぱ新潟おかしいって言っときました。球団化についてね、まあ、なんか学士経験者の方だったかな、なんか、まあ、これは、まあ、確認会なんで、球団会とは違うみたいなことを言ってたんだけども、いや、僕、それちゃいますよと。球団会って確認、球団、学習の3セットでこれ9段階なんで、確認会って言ったらもう9段階の第1段階なわけだから、これもう間違いなく9段階ですよって言っといたんです。まあ今はね、9段階ってはっきり言うと、まあ法務省なんかからね、9段階には参加しなくていいですよみたいな横やりが入る可能性があるから、なんか意見交換会だの、学習会だの、なんか、言い方を変えてるけども、ただその確認球団、学習っていうのはその昔から言われてる球団の3セットなんで、別に何も変わってないですよっていうことは言いましたね。まああと、童話行政についても、僕は京都とか大阪とか激しかったところが逆にね、今その反動でちょっとまともになってて、最近おかしいのは佐賀と新潟だってはっきりときました。その、あまり昔、童話行政が盛んじゃなかったところで、なんか、異常なことが起こってると。もう、新潟に関してはこんなんちょっと他の自治体じゃ、ありえないですよって、こんなの。ね。やってることもパワハラだしね。というふうに、僕は言ってたんです。で、あとですね、委員の方からですね、審査請求したのが解放同盟だっていうことは何で分かったんですか？なんか新潟県内の何かネットワークを使ったんですかみたいなのを言われたんだけども、いやいや、そんなもんないですからって、そんなネットワークだのなんだのって、まあ、ブラック探訪してるとなんかいろいろね、なんか元役所の人とかに鉢合わせたりっていうことあるけども、ただ、そういうことじゃないですよと。だって、そもそもの発端が解放同盟の文書を私がね、情報公開請求したんで、利害関係者って言ったら解放同盟か、あるいはまあ、球団の、ネタにされちゃった、自殺した生徒さんの関係者か、またあとは教員の方ってことになるけども、まあ、教員の方はね、まあ、あくまで県教員の職員なんで、そういう方が審査請求っていうのは、まあ、現実的にできないし、まあね、生徒の方もそんなことを荒立てたくないから、そんな審査請求するなんて考えられないし、だったらもう解放同盟しか、こんなことやらないでしょって、それだけのことですよっていうふうに、まあ、僕は答えたわけです。あとですね、あとはまあその中身の問題ですね。この解放同盟側はその文書は行政文書じゃないと、その間違って出したんだと。だから返してもらうようにね、教育委員会に行ったんだみたいなことを書いてあるんだけども、いや、これ間違いなく行政文書でしょっていうふうに僕は言ったわけです。まあ行政文書っていうのはその職務上使ってる、その職務に使ってる文書なわけなので、じゃあそうでないっていうことになると、じゃあ、
教育委員会は、じゃあ解放同盟から来た文書の内容を無視したんですかって、じゃあ行政文書じゃないって言うんだったら、解放同盟の相手なんて一切しなくていいじゃないですかって。でも、現実にはこうやってね、球団会やってるし、解放同盟の相手してるじゃないですか。だったら解放同盟から受け取った文書っていうのは、これは間違いなく行政文書でしょと。行政文書じゃないなら、もう解放同盟の相手しなければいいんじゃないですかって、それはそれで構わないんだけどもっていうふうに僕は答えておきましたよ。うん。ということで、まあそういった感じで審査請求終わりましたね。で、その後ですね、まあせっかく新潟に来たんでね、なんか信濃川の渡しというのがね、何箇所かあって、小千谷市と長岡市のあたりかな。それでね、なんか昔、得たたった人たちが、江戸時代の半ばか終わりぐらいにね、そういう、私にの役目を負うようになったっていうようなことがね、ちょっと物の本に書いてあるんで、ちょっとその、私の村に行ってみようかなっていうところで、結構で最近まで、平成初期ぐらいまで私をやってたっていうね、まさらの私っていうところに行ってみたんですよ、その跡地に。そしたらですね、なんかちょっと通りがかりの人から、なんか何しに来たみたいな感じで声かけられて、それで僕はまあ正直に答えたんですよ、その私森のね、村をね、もうなくなっちゃってるからちょっと巡ってますっていう風に言ったらですね、なんかちょっと怒り出したわけですね。最近その差別的なことをね、調べてるような、差別してる人間がいるって言うから、いや、それ多分僕のことじゃないですか。僕は解放同盟から訴えられてますからって、僕正直に答えたんです。まあ、それでえらい怒り出してね。でもその割にはね、私森の仙道さんって誰だったんですかって言ったらね、長谷川力蔵だよって、被差別民だよとか言ってね、なんか言うわけですよ。あ、そうですかって僕は聞いてたんだけど、まあ、とにかくなんかいきなり怒られたんでびっくりしましたね。それで、まあ、僕はもう正直にね、名乗ったんで、どこの誰だっていうことを名乗ったんで、いや、名乗ったんだから、もうあなたは誰なんですか、それ、名前ぐらい教えてもらってもいいでしょって言ったら、まあ、名前を教えてもらったんだけども、で、小千谷市、丸々、まあ、名字だけなんだけども、検索してみたら、ちょっとびっくりしてですね、なんか中核派の機関誌が出てくるんですよ、ウェブサイトがね。で、それで三里塚闘争かなんかの、関係してる人の名前だっていうことが分かって、まあ、間違いなくその人でしょうね。ああ、そうか。っていうのでね、僕ちょっとある意味安心したところがあって、まあそういう人に偶然鉢合わせたら、まあしょうがないかなっていうことですね。いや、ほんとね、その辺のね、新潟のその辺の人にまで、解放同盟のことは全部知れ渡っててね、なんか僕監視されて集団ストーカーされてるんじゃないかってびっくりしたんだけども、そうじゃなかったですね。僕はたまたま、そういうちょっとある意味一般人ではないというか、まあそういう方にたまたま鉢合わせたっていうだけであって、本当に偶然っていうことなんで、まあそのあたり、まあそれはしょうがないかなっていうことで、まあね、自分の中では解決したんだけども、まあ、まあ、詳しい話とかね、また自転車とか人権テレビの方でやりますんで、またぜひそちらの方も見ていただけたらと思います。ということで、新潟に行ったご報告でした。